ました。ただまあ、2000枚いかないところで一応引っかかりましたんで、前回とか確か2発目の山までに4000枚とか確か吸われたと思うんだよね。そういうこともまあありますんで、だから僕が1900枚でしょ、まあ、全然どうでもなるんだけど、まだここちょっと形にしなきゃダメだよね。1000枚じゃ足んない、全部返ってくるとは思ってないけど、結構バカになんないからね。3人中って1ゲーム目を5回引いて、ね、最終的に1000枚残ってましたって、まあ、その分が残ってましたなんてことはよくあるから、今共通レベル12回なんだよね。でビッグ5の化け1だから4535のボーナスが380ゲームで、これに380足すから、1626で12回、あいいよね、やっぱりちょっとなんか違う光り方で、あっつうか、500枚ちょっと超えたぐらい、ね、よしよしよし、ちょうどの連チャンで3連目、そうお、ちょっと流れ外したかな、
初からできてやね。持ってるとこから始まったのかな。よし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 、これで半分以上は持ってきた。振り返りましたからね、こっちを。ようやくね、俺のところにも流れが来た。高枚数で6000枚以上突っ込んでるわけだね。やっぱ置き時とかをある程度長い期間打ち続けていこうと思ったら、相当ね、やっぱこうしっかり腹を据えてね、そろそろのことでは動じないというぐらいのつもりでやっぱ打たないとダメってことですよ。逆に、でやんないと2台使っても捨てちゃうんでね。まあ、だからこれがいい店の推定以内でこういう展開になってるわけですから、なおのことだよね。8連目、まあ、1ゲーム込みでね。はい、セリーのゴースか。アップコース止まっちゃうんだね。
選別ようやく。俺はまだいる。よしよしよし。あ、これ一発で逆転あるな。次あるでしょ。次がまあだからビッグならもう本当あとプラスビッグ1回。いやよかった。するところなんでっていう状況だと本当はね、小屋会場とかもう引っ張ってきながら伸ばしていくのがまあ一番いいんだけど、なんかあれスロー点滅ってどっちだっけ、 B 以上だっけ、以上だっけ。まあ連チャン中だからその B 以上のオプスパターンっていうのが出たら、それはまあ基本的にはね、こうなるわけですよ。